はい、できました。ここのとこね、ソースをね、ソースをね、ちょっと半分だけ塗って、で、半分醤油にしようかな、これ。で、ソースにとったら、量が卒業記念で持ってたかっこいいペンにソースをこぼしてしまって。いや、うまいよ。全部ソースかけた。半分醤油にね。ではいただきます。あれに鰹節もついてんけど、あ、うん、醤油は醤油で美味しいな。食べられへんかつぶしないし、うん、子供の頃かつぶし生きてると思ってて、うん、ごいちょうか、うん、子供動いてんのって言ったら、うん、熱いって言ってんねん、うん、違う生きてんのかと思ってる、うん、いいよ、そういうことよね、うんうん、醤油のお好み焼きも美味しいんだよ。かわいそうやなと思った。うん、熱い熱い熱いで、うん、まっちゃんな、うん、生きてるエビな、うん、さばいてな、動いての食べとって、で醤油か、醤油かけたらピクピクピクって動くね、うん、あ、そしたらまっちゃんこれ痛い痛い言うてんで、うん、それを食べとって、うんうん、それの罰が下ってな、うん、エビアレルギーになって、米粉やともっちりする。それにジュース入ってるからふんわり膨らんでて美味しい。多分米粉だけだともっと硬い。マジラックン。膨らすのに、なんだ。あれ使うでしょ、うん、ベーキングパウダー。あれ体に悪い。だから。ベーキングパウダーの代わりに重曹、重曹は体にいいからね、あんまり取り過ぎるとねナトリウム過多になっちまうだろうから、塩はいいけどナトリウムはあかんからね、だからその分補うのに補って氷というか排出するのににがりを入れて、結局ね、お料理って、味ももちろんやけど、体にいいものを作っていく。化学方程式やね。もちろんそう思う。だから、依然と、国がええって言うてるけど、体に悪いもの。国は悪いって言うだけど、本当は体にいいものっていうのは、わかるよね。あっちゃんはわかるよ。うん、やっぱりメディアに騙されたらあかん、鵜呑みはあかん、テレビがこれがいい、じゃあそれ食べよう絶対あかん、青汁は、うん、青汁分からん、もう良くないんちゃう、体にええっていうもんは体に悪い、体に悪いっていうもんは体にいいね、みんなブルーベリーとか言ってる、分からへん、だからな、体に悪いと言われてるタバコは体にええんちゃうかっていう説がある。で、なんで肺がやん、え、なんで肺がやん、
いや、肺がんとタバコの泣き喫煙率っていうのは比例せえへんらしいで。で、あ、結果出てん。肺が縮むといい。うん、縮むといい。ほんまかどうか知らん、そんな。でもな、タバコ吸うとな、しんどい。うん、レースしとったらしんどかったもん。ネズミの殺虫剤とか入れてる。あ、何やったっけな、殺虫剤入っとんね。ネズミの殺虫剤。R とかね。え ？R。おかしやった？え？え？おかしい？何こやろ？タバコやった。タバコちゃうちゃうちゃう。あのな、何かにな、殺草剤が入ってんね、ネズミ殺す薬。人間で死なんだよ。うん、それがな、入ってんね、何やったっけな。うん、昨日調べたやつに載っとったよ。忘れた。思い出したらいいわ。すごい大事なことやのに。緊張で。緊張で。何やったっけな、忘れた。何やったっけ、忘れちゃったな。あっちゃんの話聞くと、だんだんいろんなものが食べられなくなってしまうよ。知らんのが男が敵。知らんのが男が敵。知らんのが男が敵。でも、実際、がんになりたくなければ、あっちゃんが言うものは食べちゃダメです。がんになりたい人は食べてください。で、それを食べたからがんになるんじゃないの。食べ続けたからがんになるの。時々食べてもいいねん。ええことはないけどね。そんな悪くない。吐き出してくれないけど、吐き出さへん量を食べたり、がんの餌になることをしちゃダメやねん。でも昔の人ってすぐ死んだって言われなかった。それ嘘。ん、最近だから高齢化やってたの。嘘やで。江戸時代って90まで生きたっていうもん。90とか100まで生きてたって。ただ子供育てられへんからとか、それで子供殺したりしてた。だから平均寿命が短いって言われてんね。でも今それもな、戸籍すらあやふややった時代やから、それすら嘘ちゃうかって言われてんね。何のさっきな、昔の時代よ、ねえな、神話時代とか、あの時代の人たち、まあ言ってみたら神話に近い、神話というかローマ皇帝とかの時代、あの時代って戦争とかで死なへんだら90とか100まで生きたっていう説があんねん、残ってんねん。うん、船とかでな、変わらん。逆に今は薬とかで寿命をコントロールされてるから、下手したら今の方が早死にちゃうかって。でも110歳しかまだ生きてる。生きる人は110歳しかまだ生きる。生きるよ、昔も。人間の体って150か200かぐらいまで生きられるらしいで。生きてどうすんの。美味しいって言ったらその食べたら、うん、うん、美味しかった。これ美味しいね、ごちそうさま。うん、ね、米粉のお好みね、重曹入れたからか分からんけどもっちりふっくらして美味しいし、それとね、結構普通のお好み焼きより小さい目やけどお腹にたまる。米粉の方がいいかも分からへんね。うん、小麦粉じゃないから安心して食べられるしね。ただまあ米粉っていうのが白いからね、ちょっとあちゃんどうなのかなと思うね。確かに小麦粉って、
ね、ご飯も白いかあかんねん、白米は。玄米茶色やろ。半分にしたら白くなる。半分にしたら白くなる。なんか茶色いもん食べなあかん。うん。カプセルの塩もやって非常に変わる。カプセルに変われ。え？カプセルの薬？薬は毒やん。白い粉白い粉、白い粉は怪しい怪しい。覚醒する粉や。それ言い出したら塩も白いからな。でも、本物の塩は茶色いからな。全部悪だけじゃない。うん。まあ、体にいいものね、いろいろ調べていきます。でも基本、白いものはあまりよろしくないからね。米粉よりもちょっとパサつくけど玄米粉の方がいいのかな。一回玄米粉買うてんけどね、揚げ物とかに使ってんけどもくっつかへん。砂糖ね、砂糖あかん、絶対あかんねん。茶色の砂糖あるけどあんまあかんねん。これ色関係ない、うん、砂糖自体があかんからな。色関係ない。でも白い砂糖より茶色い砂糖がマシやから、でもな、体に悪いから着色してる場合もある、やばい。そんなこんなでね、今日のあっちゃんのお昼ご飯お好み焼きでした。まあ、体にいいもの悪いもの探しながらね、いいものを食べていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。